中国東北部の国立交渉長東市では現在気温が0度にまで下がっていますが国営の暖房会社からの暖房供給が開始されず住民による集団抗議が発生しました <noise> 17日の夜国立交渉長東市では住民らが暖房供給を開始しない可能熱力行使に抗議しました住民らはフェンスを突き破って スローガンを叫びながら街頭に飛び出しました超東可能熱力行使は超東市の唯一の国営暖房会社で例年は10月15日から暖房供給が始まっていましたしかし今年は17日になっても多くの地域で暖房が供給されないため住民らが抗議を行いました数十の居住区の数十棟のビルで暖房がまだ供給されていません 17日になっても暖房が供給されていないので当日の午後に外に出て抗議しましたすると警察車両が来て午後7時からは暖房を供給すると約束して戻るよう勧めましたしかし7時になっても暖房は供給されなかったのでまた出てきて抗議しました抗議から帰ると一部の家には暖房が来たようですこの市民によると加納公司は修理を口実に 暖房供給を停止することがたびたび発生していたといいます今日の気温は0度から13度で暖房を入れないと非常に寒いです加納工士はこの3年間修理をすると言っては暖房を止めるなどしてたびたび住民を困らせています1日暖房を止めると彼らは数十万元も儲かるのです超投資のホテル関係者も暖房が入らないため 大きな損失を出していると訴えています。損失が大きいです。暖房費が年間2万元、約42万円以上かかり、部屋もたくさんあるので、毎年寒さに耐えています。17日の講義は効果があると思います。私は行けませんでした。静黙期間中でドアが封鎖されているからです。皮肉なことに、中共の中央ラジオは8月、可能熱力行使は今年、 2,300万円を投じて全面改修を実施すると報じていました。NTD ジャパンがお伝えしました。